い、ではここで公明党の山口代表と中継です。山口さん、はい、あの公明党本部にお邪魔しました。前回、はい、ようこそ、はい、大変失礼いたしました。今回あの大変歓迎をしていただきました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、そして小選挙区で公明党、まあ、全員当選確実と、はい、非常にこう大きくこの躍進を果たしていると、こういう印象ですがいかがでしょうか。はい、この年末の選挙で忙しい中、また天候もですね、吹雪いたりして大変な中、ご支援いただいた皆様に本当に心から感謝を申し上げたいと思います。特に小選挙区で、全部当選確実になったということは大変、喜ばしいことで、これからも期待を持てるとこう思っております。あの特に今回、例えばですね、集団的自衛権の、はい、憲法解釈をめぐって自民党と公明党がこう意見のすり合わせなどをしているのを見てですね、はい、これまでこの公明党を支持していなかったんだけど自民党にブレーキをかけるために今回公明党に入れるという人も結構いたように思うんですが、その点どうなんでしょうか。まあ議論の過程をちゃんと示して閣議決定等を行いましたし、また今回の選挙でも党首討論などで、その経過や結論をよく説明をしましたので、これからの安保法制を作るにあたってそれを的確に表して作ってくれるという期待はあったのではないかと思っております。わかりました。で、お邪魔して分かったんですけれども、はい、公明党が結党して50年。そうなんです。そうですね、はい、そしてここに公明党50年の歩みという記念の本をこう作お作りになってらっしゃいます。はい、はい、出させていただきました。はい、これを開くとですね、いきなりここに池田大作さんの大きな写真がありましてね、はい、そして公明党というのはこう池田大作さんの方針に基づいて進めているんだってこういうふうに書いていらっしゃいます。はい、あ、公明党って池田大作さんの党なんだという印象を受けるんですがいかがですか。これはまあ創立者でありまして、はい、今回50周年の記念の感謝の集いというものを催したんですが、私から3つの感謝ということで、まず創立者、池田創価学会名誉会長に感謝、そして50年支えてくださった党員や支持者の方々に感謝、また今連立政権を担うにあたっていろいろとご指導ご鞭撻をいただく方々に感謝と、その感謝の大きな元であると思っております。なるほど。そしてこの50年史いろいろ読ませていただくとですね、はい、ここに例えば自民党社会党、それから新党先駆けの世間下では創価学会攻撃がひどかったと、創価学会が攻撃されたということをこう我がことのようにこう批判しているんですが、本当にこうこれが公明党のやっぱり党首の中には出てくるんですね。まあ、いろんな歴史がありましたから、最大の支持母体ということで、まあ、そこにターゲットを絞って、いろいろな動きがあったということは事実だったと思います。うん、はい、という意味では創価学会と公明党の関係別に隠しているわけではない、はい、こうやってはっきり、示しているんだよということですね。はい、歴史的事実ですので。はい、はい、わかりました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。